種から多肉、イソップです。今日は多肉植物を育てる上で欠かせない土のお話をしていきます。多肉植物を育てる上でいろんな土をブレンドして私は使ってるんですが、その今使っている土を一つずつちょっとだけ説明していこうと思います。はい、赤玉土、こうパッケージを見るといろんな植物に使われている土っていうことが分かりますね。で、大きさは小です。で、ここにです書いてある硬質赤玉土っていうのを使ってます。ちょっと中を見ていくと、こんな土ですね。すごく保水性に優れている土で、こうずっと使っているとですね、この粒がこんな感じで赤玉土ではなくて赤土に変わっていくっていう性質がありますね。この状態になるとちょっと排水性がすごく悪くなります。なのでだいたい寿命は 1,2 年ぐらいって考えていいかなと思ってます。はい、では次が鹿沼土。私は細粒を使ってます。鹿沼土はですね、保水性と排水性に優れた土です。鹿沼土の細粒こんな感じです。で、やや硬いので土が長持ちしますね。で、特徴としては、酸性の土です。で、昔からも多肉を育ててらっしゃる方が結構入れてらっしゃるなと思ってます。次がボラ土の細粒ですね。ヒューガ土って言われているものと同じです。で、これはこんな感じです。軽石のような土ですね。もう硬いのでもう崩れたりっていうことはないです。で、排水性がとってもいいですね。これだけで育てると水はけが良すぎるかもしれません。次が、培養土です。私が使っている培養土は花と野菜の培養土ですね。これの中身はこんな感じです。数種類の用土がもうすでにブレンドされてますね。肥料も混ざってます。これはとっても保水性が良いです。柔らかいですね。ふかふかしてます。そして次がバーミキュライト。これはですね、ものすごく通気性が良いです。で、こんな感じなんですが、とっても軽いです。で、保肥性といって肥料を保つ能力がすごく高いんですね。たくさんこの中にですね、穴が開いているので、この穴が断熱とかですね、保温の効果があります。なので、まあ夏の暑さとか冬の寒さですね、そういうのを緩和してくれます。温度をこう一定に保つ役割があります。で、まあ見ての通りちょっとすごく軽いので、これだけで植えてしまうとこう根が張りづらいかなって思います。ちょっと単品でこれを使うのは難しいと思います。そして次はこれプンタンですね。ちょっとすくってみます。こんな感じです。プンタンはアルカリ性です。で、炭なのでこれも小さな穴がたくさん開いてます。その中にですね、微生物がこう住みやすいそうです。微生物が住むとどうなるかっていうと、こう土がですね、ふかふかになって通気性が良くなります。で、通気性が良くなると水はけも良くなります。そして病害虫に強い土を作ります。では今紹介した土を使って私が秋に植え替えに使う土をちょっと作っていこうと思います。赤玉、
このくらい。鹿沼ですね。に、ボラッチ。ちょっと水はけを良くしたいので、ちょっと多めですね。で、私は多肉をですね、大きく立派に育てたいので、培養土も結構たっぷり入れます。そして、肥料も効かせたいので、バーミキュライト。このくらいかな。このくらい。で、やっぱり病気にも虫にも来てほしくないので、プンタンも。こんな感じですね。で、見ていただくと分かるんですが、いろんな大きさの土がありますね。私はこれがちょっと重要だと思っていて、このいろいろな大きさの粒があることによって、こう土の中にですね、空気がこう含まれやすくなるんですね。土の中に空気が入ることで水はけも良くなりますし、根がしっかり張ると思います。育て方によってこの割合っていうのはすごく変わると思います。で、どう育てたいかとかですね、水やりの回数ですとか、使っている鉢、そういうことによっていろいろ割合を変えていっていただけたらなと思います。丈夫に育てるために大切なことっていうのが、まずは、保水性、水持ちですね。こう根っこが水を吸うためにはやっぱりちょっと水持ちが必要だと思ってます。そして次が水はけ、排水性ですね。やっぱり根腐れをしないためにも、こうすくすく根っこが育つためにも、水はけ大切ですね。大きく育てるために保肥力、肥料を保つ力ですね。そして、最後には消毒。やっぱり病気とか虫とか来てほしくないなっていう、その要素を一応この土で補えてるかなと思います。では混ぜます。培養土は一度粗めのふるいでふるってあります。なぜふるうかというと、培養土にですね、大きい葉っぱとか木の破片、チップですねが入っているので、ちょっとふるっております。花壇なんかで育てる時にはいいと思うんですが、多肉植物の小さな鉢にはちょっと向いてないかなと思うのでふるってあります。この土を混ぜる音を聞くとですね、今年も植え替えのシーズンがやってきたなって思います。心躍るような、ちょっと怖いような植え替えシーズンですね。でもやっぱり植え替えの時って一番こう多肉との会話が楽しめる時間だと思うんですよね。はい、混ざりました。こんな結構サラサラっとした土です。多肉植物を育てる上で土ってとっても重要なんですが、正解とか不正解っていうものはないと思ってます。どんな風に育てたいかとかですね、それが大切になってくると思います。例えば、わあ今年はたくさんなんか根腐れさせちゃったなっていう時は、排水性を高めるためにちょっとボラ土を多くしてみようとかですね、多肉植物がこう大きく育てられなかったな、もっと大きく育てたかったのになっていう時は、やっぱり肥料がたくさん入った培養土を少し増やしてみたり、保水性の高い赤玉土をですねちょっと増やしてみたりとか、そういう少しずつ調整していくのがまた楽しみだと思ってます。なので土はみんな違ってみんないい、これです。聞き覚えのあるフレーズかもしれません。でも本当なんですよ。なので多肉植物の土、結構悩まれる方も多いかなと思うんですが、自分に合った土をこう探す旅に出ましょう。多肉植物ってとっても順応性の高い植物なんですね。なので割とどんな土でも育てることは可能だと思ってます。その上で自分がどう育てたいかっていうのがやっぱり重要だと思います。大きく育てたいとか、こうキュッと締まって育てたいとかですね、その自分の理想の多肉の形に合った土をこうブレンドしていくとまた楽しいと思います。では
今日は土の説明ということでこちらでやっていこうと思います。せーの、ドン、三ツ矢サイダー。ちょっと行かせていただきます。美味しい、もう変わらない味ですね。私が子供の頃からずっと変わりません。多肉でいうところの、そうですね、シューレーって感じです。